はい、吉田拓也君です。はい、こんにちは。あ、こんにちは。どう、このやっぱりね、1年ぐらいコロナで、まあ、いろんなことが続いてるじゃない。7社立てになったりとか、でまた記念とか G1 走れば9社になるし、はい、ね、増えたり減ったり、それはね、最終日の負け戦の 1% が走ればね、もともと9社のとこでも7社走ったってあったけど、どうなる、走ってみて。いや、そうですね、7社は7社で、まあ、難しいですね。結構展開も変わっ、だいぶ旧車とは全然違うんで、うん、でも力のある自力タイプって人数少ないと楽なんじゃない。まあそうですけど、結構なんか淡白なレースになりがちなんで、うん、結構、まあ、難しいですね。そうね、やっぱり抑えていって先頭に立ってしまうと、どっからペース上げるかっていうのはちょっと難しいよね。あ、そうですね、その辺がかなり難しいですね。ね、旧車だと誰か来るから、ある程度踏んでれば来てくれて飛びつくってことか。はい、そうですね、まあバリエーションは増えると思います、旧車の方がね、はい、まあその辺考えなきゃいけないのはちょっと難しいと。そうですね、はい。でこうやって旧車に戻るとどう。ああ、そうですね、僕はでも旧車の方が好きなんで、はい。ああ、で、今年初の G1、 どんな気持ちで臨んでますか。まあそうですね、まあ、今年初めの大きい大会なんで、うん、まあ、ここに向けて、まあ、練習もしてきましたし、うん、もちろん決勝目指して頑張るだけです。もう勝っていいんじゃないの。勝ちたいですね。え、だってもうそんなに昔で言うと若くないぞ。もう今年で26になるんで。だろ。昔だったら22、3でタイトルホルダーっていっぱいいたんだから。そうですね、でも頑張ってね、はい、デビューが華々しかっただけに。そうですね、まあなかなか上で勝てないんで、うん、そろそろちょっと遠慮してんじゃないの。いや、そんなことはないんですけど、まだまだ力がないだけで、はい、いやもうね、素晴らしいレースするときは素晴らしいレースするし、はい、かと思うとね、なんかそうですね、どうしたのみたいな、その波が激しいんで、うん、そこの幅をなくしていきたいですね、まず、はい、うん、ね、まあ、とにかく思い切った競争を、はい、頑張ります、ね、らしい競争をやって、まあ、どっちかというとまだ若手の中に入るからね。まあ一応は、はい、皆さんお年寄り多いから。どうぞ、こんなおじさんに負けられないぐらいの気持ちで走ってほしいな。そうですね、はい。頑張ります、ね、40過ぎたおっさん多いからさ。そうですね、まあ、はい、すごいですみんな、はい、まあ、みんなそれでも強くてなかなか勝てなかったりするんだけどね、はい。さあ、初日ね、吉田君の後ろは2人しっかりついてるでしょ。まあ、まだ話してないんですけど、志願して前で頑張りたいと思います、ね、どっちしてももしついてくれなくったって自分で頑張るタイプでしょ。そうですね、でも、はい、ついてこることを祈ってというか、つかせてくださいが本当だからな。いやいやいや、はい、ね、うん、まあ自分でしっかり一着取れなきゃすれば、はい、あとはね、抜かれるかどうかということなんで、そうですね、はい、イエースしてスタルビッシュをいけるように頑張りたいと思います、うん、ね、スタルビッシュいけばね、はい、勝ち上がりとして決勝まで楽な展開になるからね。はい、はい、では、ファンの皆様に、今回の決意を、いっそいっそ頑張って決勝を目指したいと思います。応援よろしくお願いします。いや、頑張って。はい、ありがとうございます。